はい、皆さんこんにちは。 DJ のウクレレ講座です。この時期冬になりますとウクレレが滑ります。これを滑らないようにする方法についてのお話をさせていただきたいと思います。はい、冬になりますとどうしても空気が乾燥しますね。そうすると腕出しててもこの BJ でさえサラサラしちゃうんですね。これサラサラするとウクレレがひっつかなくなり、まあウクレレのこの表面の塗装にもよるんですけど、特にツルツルしてるものなんか特に滑りますよね。でこういうサテンフィニッシュ的なもの、それでもやっぱり滑りますね。夏場なんかなるとちょっとこうねしっとりとした感じになってひっつくからいいんですが、冬場乾燥してきますしどうしても滑る。で冬になるとやはり先ほども BJ やってましたけども、こう長袖になりますよね。で滑りやすい素材、フリースなんかもそうですが、あとセーターとかも滑りやすいですよね。そういう素材になってきますとどうしてもウクレレがきっちりホールドできないんですね。抱えづらくなる。そういうのは冬場の場合は当たり前のようにあります。そうするとどうすればいいかというと、もう文明の利器を利用しましょう。これです。ウクレレノンスリップラバーと言いまして、これフェイマスから出てるものなんですが、このウクレレの裏側にペタッとこういう感じで貼り付きます。はい、ちょっとネチャネチャした感じの素材で、そのままぴったりくっついて剥がれないというものではないので、貼ったり剥がしたりができるものですね。はい、それで服にぴったりとくっつきまして、グッと押し下げますとシャツの首が伸びるぐらいですので、これで軽くホールドしてたらしっかりと持てます。夏場のウクレレぐらいにしっかりと持てますので、使ってみるといいと思います。まあ、どういう素材かというと、車のダッシュボードに携帯をこう乗っけたり、タバコ乗っけても落ちないですよみたいな、そういう素材です。はい、まあですのでダイソーで同じような素材で買っていただくのはいいと思うんですが、ただこの裏側の素材ですね、これはフェイマスから出ててウクレレ用に作られてますので安心ですが、ものによっては塗装を溶かしたりとかですね、剥がす時に塗装ごとベリベリベリっていく、可能性もあるかもわかんないので、その辺は注意して自己責任で使ってください。はい、ちなみにこのフェイマスのやつもですね、長時間貼り付けてますともうついて取れなくなってしまいます。はい、そうなると塗装と一緒に剥がれる場合もありますので、ずっと貼りっぱなしではなく時々剥がしたりですね、 BJ の場合はちょっとホコリをわざとつけたりとか、こういうところにペタペタ一旦やって粘着力を弱めてから貼り付けております。はい、で万が一ですね、これくっつかなくなっても水洗いすればまた粘着力は戻りますので大丈夫です。はい、でこうやってやってるとすごく弾きやすいんですね。はい、すごく弾きやすくなります。これだけのことで随分違いますので、どうしても滑るな、ホールドしにくいな、まあこの時期は当たり前だと思っていただいて大丈夫かと思います。はい、BJ も使ってますので皆さんも使ってみてください。はい、1枚あるだけで随分便利ですからね、手軽にいけるかと思います。はい、 BJ のウクレレ講座今回は以上です。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。星空を見ることはできないだから、今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音が鳴い忘れない。いつも